あ、こんなところで野菜の無人販売してる。大根とか安いな。安いですよねー。あー、こんにちは。あそこのスーパーやったら200円しますよ、大根。そうですよね。すごいお得ですよ、ここ。よくこの無人販売所来られるんですかそりゃそうですよ。まあ安いしな。私が売ってるんですか。あー、販売側の人。買ってってくださいよ。1客やと思ってた。お,得ですよお金の回収に来たんですか いや、ずっとここで接客してます。無人とは接客、陳列、レジを担当してます。お釣りとかも対応してますので友人の販売所は販売所よ。レシート入れますかワンオペちっさちっさスーパーや。何ですかその寒い寒いマウンテンみたいな。うん、寒い寒いマウンテン。いや、無人販売なのに私がいるのは深いわけがありまして。ああ、なんかあるんですね。実は、ツッコミまくってすいません。野菜盗まれるのが嫌で全然深くなかった。無人販売って信頼関係で成り立ってるところあるじゃないですか。あ、まあ、そうですかね。だからこうやって来たお客さんと会話することで、信用に足る人だなって思ったら私がはけていって、無人販売に切り替わります。 なんかすごいめんどくさいシステムですね。よく言われます。僕は信用に足らなかったんですね。あんじゃ盗むと思って。ワンパパパパ